動画をご覧の皆さん、こんにちは。ライフガレージのライフです。今回はですね、前回のね、動画で、下回りの錆対策ということで、転換剤塗るところまでやったので、今回はですね、下回りの塗装をやりたいと思います。で、昨日に引き続き、車をリフトアップしました。で、今日はね、タイヤハウスの内側ですね、こういうところも塗っていくので、タイヤは4本外してあります。で、昨日転換剤塗ったところですね、すっかり乾いて、錆がですね、黒く転換されて、かっちり固まってますね。なんとなく気分いいですね。で、上塗り用の塗料として今回僕が用意したのはですね、このクレのシャーシーコートクリアですね。ブラックタイプも出てるんですけど、下回りのね、色、黒じゃないところまで黒くするのにちょっと抵抗があったのと、あとね、社外品の足回り入れているので、そういうところにね、黒く塗料がかかるのも嫌だったので、あとは塗った後のね、下地の変化ですね。万が一内部で錆が進行しても、クリアならね、見えるので、もともと純正のね、下回りなんでどうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、純正の色をなるべくそのまま活かしたかったので、今回はクリアタイプを用意しました。一般的にはね、シャーシーブラックで塗るのが一般的かもしれないんですけども、一応クレからね、このシャーシーコートクリアタイプが出ているので、今回はね、これを塗っていきます。で、他にもですね、下回りの塗料っていうといっぱい出てますね。シャーシーブラックだけでもですね、いろんなメーカーからアマゾンあたりで検索してももうどれを使っていいんだかわからないぐらい種類が出てるし、あとはですね、アンダーコートと言われるものですね、もっと被膜の強いもの。あとはですね、アンダーコートの中でもゴム系って言われて、もっとね、飛び石とかにね、ゴムが入っていて、弾力性があってね、強いものなんかもありますね。有名なところで言うとノックスドールとか、いろんなメーカーから出てますけど、今回僕が使うこのシャーシーコートクリアですね、多分ね、一番安上がりでお手軽な方法だと思いますね。アマゾンで1本376円かな、ぐらいでした。で、一般的にですね、いわゆる普通の塗料と、このシャーシー系の塗料の何が違うかっていうと、塗膜ですね。一般的な塗料は表面をですね、塗るためにあるんですけども、シャーシー系の塗料っていうのは下回りを保護するためにあるので、塗膜が厚いと言われています。前回ですね、この前日なんですけど、転換剤塗る前にですね、コイン洗車場によってスチームでね、下回りは可能な限り洗ってきたんですけど、残念ながらね、ジャッキアップして整備工場みたいに下バーっと洗えたわけではないので、もう一回ですね、塗装前に下回りをきれいにしようと思います。まだ若干ね、砂等で汚れているので、これをですね、いつもお世話になっているガレージサファイアさんにこんなものをお借りしました。これですね、バケツの、これ水ですね。水をですね、エアガンで噴射します。こんな感じですね。で、これをお借りしたので、これでもう一回ね、砂等を飛ばして、で、それからエア一回吹いてですね。で、あと、グリストですね。汚れが気になるところは一応ブレーキクリーナーで部分的に拭いて、それから塗装に入りたいと思います。結構綺麗になりましたね。もう一回スチームかけたような感じですね。で、これで乾燥させて、細かい汚れはね、気になるところがあればパーツクリーナーで掃除します。で、エアガン使うときね、メガネね、結構ね、砂とか飛んできて、顔に当たって痛かったですね。なんで保護具はね、必ずした方がいいですね。で、今ですね、結構時間経って水気乾いたので、あとはね、ウエスで気になる汚れだけ拭いてやります。だいたい綺麗になりましたかね。では、いよいよ引っ張りましたけども、塗装に移ります。でですね、スプレー使う時のね、今回だけじゃなくて、スプレー使う時の基本だと思うんですけど、今日もね、お天気はいいんですけど、やっぱりね、気温が低くて、スプレー結構冷えてるので、お湯を沸かしたので、ちょっとね、この中でスプレー温めてから使います。で、これ一応水性の塗料なんですけど、一応ね、マスクとメガネはして塗っていきます。普通にスプレーで塗っていくだけですね。特に難しいことはないですね。普通にスプレーしていけばいいと思います。
でこういうとこですね、まあ、これサイドステップなんですけど、こっちがねシャーシーですね。でこういうですね、かけたくないところは本来マスキングした方がいいんですけど、一応ね段ボール用意したんで、段ボールでかからないようにしながらですね塗っていきます。あとねブレーキのローターとかね、塗料かけたくないところはこうやってですね段ボールでかからないようにしながら塗っていきます。こういうところの中ですね、これもね届く範囲で一応塗っておきます。こういうところね特に錆びやすいんでね。あとはタイヤハウスの中ですね、こういうところもね当然塗っていきます。で今ですねこれ前回りなんですけど、ずーっと切ってアーム類とですねシャーシー塗って、このちょうどですねブレーズバーってのつけてるんですけど、ここら辺までねちょうど今塗りました。でここからねまたさらに後ろ、今度はねこのシャーシーの底面ですね、これ塗りながら行きたいと思います。で今ツヤが出てるのでわかるかなと思うんですけど、社外品のねこのブレーズバーのところまで塗りました。ずっと底面もね塗ってきました。クリアタイプだと要はこういうね社外品にかかっても気にしなくていいところがいいですね。結局ねこれめんどくさかったんで丸々これごと塗ってしまいました。まあ本来ねここは塗装してあるんで塗装の必要ないんですけど、クリアなんでねついでにこれも塗ってしまいました。まあクリアタイプだとねそういうところがいいですね。で今ですね前からずーっと塗ってきて、ちょうどこの辺ですね3分の2ぐらいかな、マフラーのちょうどの対向の前ぐらいですかまで塗ったところで、スプレーね1本目が空になりました。でまあ一般的なスプレーなんで特にね塗り方注意とかってないんですけど、どうしてもですね塗ってるとこうなってきちゃうんで、角度がついちゃうとね、まあスプレー普通こう使うもんなんで、角度がついてきちゃうとですね、空噴射しちゃうことがあるんで、ちょっとそこはコツが必要ですね。なるべくまあ立てて使うのが基本ですけど、どうしてもね、こういう面を塗るのでこう寝てきちゃうんですね。そこだけ注意が必要ですかね。では2本目をね、使いながら、今度は後ろ回り進めたいと思います。後ろ回りまで来たんですけどね、タンクは樹脂なんでタンクは塗らなかったですけど、このバンドは塗っておきます。でこれ燃料タンクの上側ですね、ここもね水とか泥とか溜まりやすくて、まあライフ以外でも結構錆びやすいところなんで、可能な限りね届く範囲で塗っておきます。後ろの足回りまで来ました。でこれねリアアクセルの上側なんですけど、ここもねこんな感じの形状になってて、いかにもね砂とか水とか溜まりやすくてね錆びそうなんで、この内側とかねこういうところもね忘れずに塗っておきます。でこの中ですね今塗り終わりました。で今からこのリアのタイヤハウスの中も塗っていくんですが、その時にねこういうアーム類ですね、下からだとまた塗れないところがあるので、上からね塗り残しがないようにしっかり塗っていきます。で今ねあとちょっとのところなんですけど、2本目が終わりましたね。だやっぱり3本買っといて正解ですね。ただ3本目はね結構余りそうですね。まあ保護のために塗るんでね、ちょっとね厚く塗りすぎたかなぐらいに塗ったんで、もしかしたらですねうまくやれば、うまくね薄くきちんと塗れば2本で済むかもしれないですけど、やっぱりね2本では足りなかったですね。で今から3本目を使って、あとちょっとなんですけどね最後仕上げます。で今ね後ろ回りシャーシーも含めて全て塗り終わりました。これで完了ですね。先に塗ったフロント周りねもう若干乾いてきましたね。で塗ってみてなんですけど、水性塗料なんでですね匂いはそんなにきつくないですね。まあ多少鼻にツンとくることはあるんですけど、ラッカー系ほどですねきつくはなかったです。で途中でも言いましたけど、スプレーはですね結構こんぐらい厚く塗って2.2 本ぐらいですね。2本とちょっとぐらい。で、3本目は結構余りましたね。そんな感じでした。まあね、塗ってから最後に言うのもなんですけど、これでね、残念ながら、まあ一番手軽な方法でやったので、すべてのサビが防げるかって言ったらそうじゃないですけど、まあやっとくだけでね、サビの程度とか、多少ね、軽減はできると思うんで、今回はね、満足してます。というわけで無事作業は終了したんで、現在乾燥中です。
まあ、今回はね、これで塗装をやってみました。まあ結構手軽な方法でやったんで、何年もね、この状態で持つわけじゃないんで、また来年の冬には一回様子を見てみようと思うんですけども、まあ今年はこれで乗り切ろうと思います。次回の動画はですね、もう一個車の冬対策をちょっとやってみたいことがあるんで、それをね、やってみますので、また動画の方を作っていきますので、よろしくお願いします。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。